してなかったのでカビが入ってしまいました。たまには出してあげないといけなかったね。ちょっと高いから、あ、夜綺麗かも、ね、うん、夜ここ多分眺めいいと思う。気持ちいいね、眩しいね、日差しが、天気が良かった、良かったで、うん、生ビール、生ビール、お待ちかね、生ビール、お邪魔します、すいません、生ビールをありがとうございます。普通ちょっと慣れるやろうっていうね。おお、すごい、合わせて1200円。はい、すごい、大途中、すごい上手ですね、ありがとうございます。嬉しいね、乾杯、いただきます、いただきます。じゃあ逆光かな、まあいいか、うん、イエーイ、いただきます。最高、久しぶりだね、生ビールの、生ビールなかなか今ね、やらないもんね、この景色と、あ、ちょっと映りがいいかな。
なぎの木大野城ベースキャンプ場にお邪魔しました。私の大好きなそうそうダンディーボーイさんが乗せていて、だからね、来たい来たいと思ってたんだけど、なかなか来れず、やっと来れました、ね、もう一つのキャンプ場もねあるけど、まあそこもね、そのうち行きたいなと思って、ね、そこも夏にね、一遍撮ったんだけど、そうですね、撮ったんだけど、豪雨があってちょっとね、車が入れませんって言われて、そう、保護者がなんか流れちゃって、ちょっと車が入れないんですって来たから、ちょっとじゃあキャンセル出してもらってね、またね、違う日に挑戦したいと思います。そうそうそう、僕はそこでまたね、行きたいなと思ってるけど、さっきから飛行機がさ、飛行機はね、結構飛んでるのね。空港が近いのかな、福岡空港だろうね、あれはね、これはさっきから何機も何機も何機も通ってる、うん、で、ここは標高 150m、 そうそう、で近くにイオンがあるし、ドラッグストアも近いし、ガソリンスタンドも近いので、とっても便利、便利 ね、だけど全然自然があって、そう、もう静かな感じ、走ってる時は間違いん、でも遠くに山あるねって思ったら、相当近いところに山あったんで、で多分一般の車が 入ってくること多分ないと思うから、そうそう、多分また飛行機が、そう、あの車が通らない分、逆に飛行機が通ってくるそんな感じのキャンプ場で、ちょっとずつ街並みも電気がつき始めて、そう、ね、そう、ちょっといいよね、綺麗、ね、かな、ちょっと見てみようか、これがね、ちょっとキラキラしてきて、でもこのさ、夕日、うん、の感じのこの、まあこうね、オレンジがぼわーっとした感じ、うん、すごい綺麗、ニューギア、前回のキャンプでのニューギアだけど、ね、タハマのジュニアが仲間いる基本あの炭火とかやらないんで、だいたいコンロでね料理するけど、その大事な大事なコンロを忘れて買いに行ったんだけど、実はね、実はタフマルジュニアがね欲しかったのね、うん、そういうことでしょ、ね、で、よし、これこの機械を逃しちゃダメだと思って買っちゃったんです。お小遣いキャンパーね、そうだよ、どっちみち俺のお小遣いで買ってるからでいいよね、うん、やっぱりこのゲームがね、広くなるんだよね、そうそう、やっぱりいつものもっと倍だもんね、まあね、この今まであれ使ってて、で机がこんだけ広く使える、うん、これはちょっと正解かなって思った、そうそうそう、やっぱりいいんだよねと思って、うん、まあ、アウトドアっていうか外で使うのは、うん、この大きさは、まあ、いいな、でうちの好きなカーキでね、そうだね、色がいいんだよね、うん、スタートでございます。つけちゃいました。